飯豊さん、武田さん、すいませんね、はい、なんかほんまに、はい、いやドキドキしちゃいました。お仕事とはいえすいませんドキドキしちゃいました。ドキドキしました。いやもう最悪やったよ武田さん。いやいや、すっごい緊張しちゃって。ほんと、はい、でも新郎とか新郎の父みたいな感じになってます。そうやね、髪型的には ね、はい、初めてですかこういうウェイティングドレスで男の人と。そうですね、はい、たかしですよ。いやすごい嬉しいですよ。いや嬉しいの、はい、ほんまに嬉しいわけねえだろ。嬉しいわけ、お前もや。そっかそっかそっか、お前も嬉しいわけねえやろ。そうだそうだそうだ、俺もだ俺もだ俺もだ、はい、お前らや。今回ね、飯豊さんがつけているティアラは、はい、婚約指輪や結婚指輪で有名な世界ナンバーワンダイヤモンドブランドエクセルコダイヤモンドの、はい、ものすごい高価なティアラと聞きましたけども、聞いたらちょっとびっくりしました、ちょっとお値段教えていただいていいですか。あの3億円やばい、陣内さん3億円ですよ。陣内さんの年収だ。やるか分かるやろ吉本やったら。そうなんです。あるかそんなもん。やばい3億は、はい、3億ですよ、あなたの奥さ ん、 そうなんです。ちなみに斉藤さんの上についてるのは何ですかこれは。あと200本の、はい、200本の毛が、はい、でもそれで稼いだからね。ケアラが、はい、ケアラが、ケアラってなんだティアラみたいに。陣内さんにもやっぱりお忙しいんでね、いろんな場所ね。ほんまにも前並さんに頼んだらやってくれるんですか。ぜひぜひやってやりますんで。ティアラも貸してくれますかね。3億ティアラ、まあ、貸すのはケアラですけど。ケアラもいらん。ケアラいつでも。ケアラ歩いたらパサパサ落ちるやん。ケアラも、はい、返してくださいよちゃんと、はい、ケアラ返却返却してくださいちゃんと。うわケアラ探すの大変、はい。